5月14、15日、トヨタガズーレーシング 86BRZ レース第3戦が開催された。第3戦の舞台は東北地方であるスポーツランド数号。今回も36名の豪華な顔ぶれのエントリーがあったプロフェッショナルシリーズ。全てのドライバーがその頂点を目指し、スポーツランド数号に挑んだ。今回の戦いの舞台となったインターナショナルレーシングコースは全長3737メートル。特徴的なのはその勾配で、最大標高差が70メートル近くとなっている。トヨタガズーレーシング 86BRZ レースプロフェッショナルシリーズラウンド3、スゴーはね、まあ本当に日本の中でもアップダウンのある、比較的ねスピードを落とさずにこうスルスルスルとこう走る、すごい楽しいコースですね。僕大好きですね。もう今までのカテゴリーいろんな車ですごい走りましたけど、もうどの車乗ってもやっぱ好きなコースなので、まあ自信持ってサーキットには来てます。そうです。結構高速コーナーが多くて、まあ、ドライバーの腕試しというか、いかに踏んでいけるかっていうところも勝負だと思うので、まあ、かなりチャレンジングで楽しいサーキットですね。僕大好きなコースなんですよ。もう結構コース幅が狭いんですけど、コースギリギリまで使わないとタイムが出ない。でちょっと脱輪しただけでもうはみ出してストーンって飛んでっちゃうようなこうハイリスクなコースで、しかもハイスピードじゃないんですけど、コース幅が狭くてこう高速コーナーっぽいところが多いので、乗っててかなりチャレンジングなコースで、僕は大好きなコースですね。まあ、ドライバーの技量をかなり試されるっていうサーキットなんじゃないかなと思います。すごいテクニカルで難しいコースだと思います。で最終コーナーは、ね、ハイスピードの結構前回近いぐらいの速度で飛び込まないといけない最終コーナーもあるし、抜きにくいというか、抑えやすい。前にいる車が後ろをの、攻撃を、かわしやすいというか、攻撃させにくいコースなんですね。 86BRZ レースプロフェッショナルシリーズラウンド3、スゴー予選。5月14日開催。ここスゴーは抜きにくいコースであり、勝利をつかむためにポールポジションの重要性はひときわ高い。各社その一つの枠を目指し、最速タイムを目指す。まず好タイムを叩き出したのはガモー直也、1分39秒609。いきなりコースレコードを叩き出す。であとタイヤもすごい、BS のタイヤがすごい良くて、でそれをまあ一周で、まあ、出し切れたかなという感じです。そのガモに挑むべくタイムを叩き出したのは、前線岡山国際のウィナー坂口良平。1分39秒522でガモのタイムをコンマ1秒刻んでトップに立つ。手木ではリタイア、岡山国際では3位に入り、速さを見せていた佐々木正弘もアタック。最終コーナーちょっと気合を入れてアタックラップいってます。そしてまず第1コーナー、ブレーキをすごい我慢して、2コーナーを小さく回った方がすごいタイム出ます。そこから3コーナーもほぼ全開です。全開でクリアをして4コーナーのブレーキ、ここ一番スピード落ちるところですね、スゴーでは。でここでちょっとカウンター当たったのが、タイムロスかなという。まあ、あとそしてここはリズミカルに、SG をクリアしてハイポイントレインボーって続くんですが、ここも少しね車がオーバーステアだったんですよ、予選の時。実は、この前の、公開練習の時は、僕ぶっちぎりでトップだったんです。で自信があったんですけど、今こういう状況で、オーバーステアで、苦しんでます。はい、ここら辺でちょっとねやばいかなと
タイムやばいんじゃないのかな、出ないんじゃないのかなっていう感じだったんですけど、ここら辺もまあ、オーバーステアを止めながら頑張ってます。前半の時ちょっとオーバーステアで苦労してるんで、ここら辺は我慢してっていう感じで、最終コーナーだいぶタイム変わるんで、ここら辺もオーバーステアを止めながら頑張って走ってます。でここら辺までほとんど、うまくはいってたんですけど、前半のそのオーバーステア 2,3 箇所のところでロスがあります。なので、このまま行ったんですけど、予選5番手ちょっと残念な予選でした。前線岡山国際で予選2位につけるなど好調なベテラン山田英二。39秒931で10位につけた。前線岡山国際で劇的なポールポジションを獲得した谷口信輝。横浜タイヤのエースとして期待がかかる。10秒48に18位というポジション。前回に引き続き車速が伸びないという問題を抱えていた。今回スバル勢も気を吐いた。2台の BRZ がいつもより躍進。井口8位、久保6位となった。練習走行から車の調子がいいのはまあ分かってたので、まあ、あとはニュータイヤ履いた分のグリップをしっかりと出せればいいかなとは思ってました。まあちょっと今年ここ 1,2 年ちょっとうまいこと結果が出なくて苦しんではいましたけど、まあ、このスゴをいいタイミングとしてここから上がっていけるように、まあ、頑張りたいと思います。好タイムを叩き出していた坂口良平は再びアタック。なぜトップタイムを出している坂口、再度タイムアタックに向かうのだろうか。なんと坂口自身の1回目のトップタイムを上回り、1分39秒445で圧倒的な強さでポールポジションを獲得した。かもしれないとこもあるかもしれないんで、あの土煙とか上がっちゃってたんで、まあ、それもお守りも兼ねて一周きっちりまとめようと思って、もう一回予選始めていくぐらいの気持ちで行ったら、まあ、あのタイムが出たんで、もう自分の中では、まあ、最初にあれをやればいいんでしょうけど、あのやっぱ車もタイヤもみんな反応してくれたんで、ドライバーとしてはすごい楽に走れましたね。今回の予選では10台の車両がコースレコードをマーク。今シーズンの競争の激化がうかがえる結果となった。プロフェッショナルシリーズ決勝前にクラブマンシリーズをダイジェストでお伝えする。第3戦スタート。さあ今日って言いながらスタートをしていきましたが、これはスタートでダブル松原を抑えたかった各社だと思うんですけれども、ダブル松原最高のスタートを切っていきました。さあそして3番手に手塚、4番手にはこれは吉田総一郎が粘ってるか。おお、アウトサイドから小野田が行きたいんだけれども、これはダメ。2コーナーから3コーナーでは4番手5番手争いあたりが一段となって4コーナーへと飛び込んでいきます。さあ最終コーナーから立ち上がってきてホームストレート、トップは松原聡、2番手に手塚、3番手に吉田、4番手に松原良二、3番手4番手がテールトゥーノーズとなっています。セーフティーカーです。最終コーナーのところはさあ手塚が狙ってる、リスタート。さあ松原聡が1コーナーへと向かっていく。手塚はどうだ、アウト
ートへ戻ってくる。1コーナー5周終了6周秒、松原良二だ。松原良二がストレートでピット側にマシンギリギリまで寄せていきまして横並び。吉田総一郎あのラインを走っていて、まさにまさかそのさらにイン側に入ってくると思わなかったんじゃないでしょうか。ストレート、さあ後ろから1コーナーアウト側に振った松原、トップの松原絶妙なライン、手塚イン側に入りたいがこれはダメ。1コーナーインサイド狙いましたがここは入りきれない、そのまま後ろにつきます。3コーナー順位は変わらず、そして松原聡今シーズン2勝目。BRZ レースラウンド3スゴ決勝、この日も快晴、5月の宮城県といえどもかなり暖かい。1台でも抜こうと高い緊張感のままグリッドに続いた。そして今スタート、さあフロントローはいいスタートだが、あ、ガモが行く気満々、うおー、ホームストレートから1コーナーに向かってまさにサイドバイサイド、ガモがインサイドから取ってった。ガモ1コーナーから2コーナー、2番手に坂口、そして3番手にはこれは佐々木でしょうか。これちょっと嬉しいなと思うことが一つあって、ガモが良平くんの前に出たことによって、良平くんが、優勝からちょっと遠ざかるんじゃないかなと、このまま良平くんに勝たせると、後々面倒いなっていう気持ちがあったので、ガモ頑張れとこの時は思ってましたね。2周タイヤが冷えた状態での速さのあるドライバーですので、最終コーナーのここら辺で入るところで少しこう両平くんブレーキ踏むんですけど、僕ノンブレーキなんですね、ここら辺で進入は追いついてうまくスリップをもらえるなと。ただこの時は次の1コーナーどうなるのかなっていう感じでは走ってました。そしたら結構ね、良平くんが、ガモにこう仕掛けるわけですよ。そしたら得意の、ブレーキで刺してってサイドブレーキです。ここで僕は、まあ、2つ目のラッキー、良平くんを抜けたっていうのが僕の今回 の、 その最初からの作戦通りというか、まあ、思い描いた展開だなと、はい、思ってました。なかなかねガモの車も速くて、もともとあんまりガモストレートスピードに自信がないって言ってたんですけど、あれ結構今日伸びてるぞと思ってまして、僕もこの頭の中で、まだ2周目だし、でも早い間に抜きたいな抜きたいなって思って走ってました。この時は
ただここら辺の最初 SP インアウトでだんだん追いついてきて、うまいこと走れて、まあ、最終コーナーが僕の車ね本当に最終コーナーうまく合ってたんですよ練習走行から。で最終コーナーが結構スピードあって、1コーナーに向けて、いい感じで加速ができてます。でこの時点でもう結構スリップが、もらえてました。ガモのスリップもらえて、でも抜けるかな抜けねえかな抜いてやるっていう気持ちですここら辺は。でブレーキで入っちゃえっつってうまく入れましたねこれ本当に。でガモもよく見ててくれて、まあ、同じ BS 同士なんで、無駄なことはせずに、まあ、ちょっと譲ってもらった形になりますねガモには。すごいありがたいなと思ってます。はい、この後ろもまだ3台ぐらいはついていますので13番手あたりまでが一段と言っていいかと思います。2番手3番手がかなり接近中。ガモのイン側から立ち上がってくるのが坂口良平。2番手3番手ホームストレートでは横並びとなるか、1コーナーに向けての伏線かどうでしょう。坂口良平1コーナーに向かってもう一度行くのか、ここは賀茂直哉も譲りません。4番手には久保凛太郎、 BRZ 勢最上位がピタッとつけてトップ争いは4台。少しこう落ち着いたあたりで少しねこう後ろを見たらなんか山田さんが上がってきてるんですよ。どうしたのと、まぐれ何これっていう感じだったんですけど、実際に本当に山田さんのペースが良くて、山田さんにファーストセット取られると、僕が優勝してプラス1ポイント僕欲しかったので、かなり、意識してファーストセット取りに全開で行ってました。はい、取りがビタッとつけ、井口もつけ、山田先輩もつけております。山田先輩今回おとなしく行くなんて言っていらっしゃいましたね。いやでも前回だいぶ坂口選手につつかれたんで、やつだけは許さないって言ってましたけど全然届いてないですけどね。その前回の岡山でのクラッシュシーンがこれだ。山田選手は僕に怒ってたと思うんですけど、あなた勘違いしてますよ山田さん、坂口選手ですからねぶつけたのは僕じゃないですよ。はい、まあ、キャラ的にああいうことをやるのはマサしかいねえだろうと、俺はもう本当にマジで、まあ、それまで、まあ何回か後ろからコツンコツンコツンって、こづいてきてたん で最終的にぶつかってきたのはマサだろうなと自分でだろう判断をしちゃったわけですね。そしたら良平だったっていうね。まあまあマサごめんね。おお、しかし山田英二今ホームストレートでイン側取って鳥の沖の後ろについていく。ワンポジションのアップ、井口拓人を抜いた。お、そしてさらに服部直樹に対しても狙っている。今3コーナーに入っていく3台のバトル、いや面白いですね。さらにその後ろも1台ついてきましたので年がいもなく頑張ってますよ。ここら辺で僕ちょっとトップをね走ってるんですけれども、開幕の、悪夢ミッショントラブルっていうのが起きないかなと思って、ここら辺から気になってました。かなり、結構引き離してたんで、ミッション壊れるなって思って走ってました。トヨタガズーレーシング TGR ブリッジの下を駆け抜けていく。さあそして2番手3番手争いはラインを変えながらのブレーキング合戦。ちょっと坂口がアウト側に振られたところを久保凛太郎が詰めてくる。久保凛太郎もシーズン参戦して2シーズン目ぐらいはね結構暴れる君で怒られちゃったりもしていたんですけれども、だいぶあれですね、怒られてましたね。はい、はい、いろいろ模索して、おー久保凛太郎 SP インのところでイン側狙っていきましたが、さすがにここでは抜けず、そろそろ暴れる君の称号が佐々木から久保凛に変わっていくかもしれません。今回は腰を痛めているなんていう話も言ってましたけれども、久保凛太郎BRZ の表彰台なるかという。さあホームストレートから1コーナーへ、これで6周終了。
ガモーはなんとかこのバトルが勃発する前にもう一度佐々木を捉えたいところだと思うんですけれども、じゃあどんな風にマシンを走らせてくるんだと。後ろから来ている山田パイセンです。山田エイジとで繰り広げられる可能性が出てまいります。坂口だけは許さないというのでスタートしていきました。捕まえるんじゃないですかこれ ね、前3台競り合ったらね。モチベーションはそれだけで今頑張ってるんじゃないかなと。今画面に入ってくるかなと思われるんですが、はいはい、燃えてます。クスコのカラーリング770番山田エイジ、今回の参戦ドライバーの中でもね最ベテランドライバーですよね。はい、僕の先輩、数少ない先輩の一人ですね。いつも毒舌ですが心はジェントルマン。いやすごいいい先輩ですよ、はい、優しい優しい、頭金髪にして振りおぶってますけどクリーンなバトルを信条としています山田英二はトップ3がバトルを始めて一気にタイムが落ちてきた時に備えて今は走りに走っているといったような感じ。前の集団との差は2秒813という状況になっておりますが、この山田英二がですね前よりもコンマ2以上速いタイムで周回をしておりますので、これ本当に前が一気に落ち出しますと捕まえることができるかと思います。残り周回数は4周です。さあ久保凛太郎がスーッと近づいてインガー欲しい、振ったが坂口良平が止めた。読んでいたか坂口良平、やっぱりしっかり見てますね。クソーとか思ってますよきっと久保凛太郎はね。そして2番手争いビッタビタにつけてガモーの後ろから坂口が立ち上がってまいります。後ろから久保凛太郎も来る、坂口がイン側、久保凛はついていく、アウト側からガモー、あ久保がここでアウトに振った、坂口に横並びになってブレーキング勝負になって、これはどういうことが今起きたんでしょうか、どういう状況だったんでしょうかね。やっぱりアウト側からね久保選手行ったんですけど、やっぱり抜くには至らないですよね、外に膨らん、その次のコーナーが外膨らんできますんで悔しいところでしょうね。ファイナルラップだから行くしかないという局面で、行くに行けないというこの悶々とした気持ちを抱えながらドライバー苦しい状況になっているかと思います。最後までギリギリのところでマシンを運んでいっています各ドライバーです。トップはカーナンバー34番佐々木正宏、後ろには3秒近い差をつけて独走状態。86 BRZ レースラウンド3スゴを制したのはカーナンバー34アセットテクノ BS86 の佐々木正宏。これでやっと肩の荷が降りたかなと、とりあえず1勝なんで、まあ、肩の荷が降りたというかやっと1勝できたなっていう安心感があって、久々に泣いちゃいそうになりました。トヨタガズーレーシング86 BRZ レース第3戦スゴは、優勝佐々木正宏、2位ガモー直也、3位坂口良平という結果となった。続きまして優勝した選手には賞品が贈られます。いやまあチャンスがあればと思ってたんですけど、どっちかっていうよりかは前の2台、まあ、良平さんにタイヤ使わせて、で、まあ、それで合わせてガモ君もタイヤ使わせて後半勝負できればなと思ってたんですけど、まあ、だからすごい頑張ってタイヤも温存したし、エンジンもいたわりながら冷やしながら使ったし、すごい疲れたけど最後の最後全く前2台が動かず組み立て失敗しました。まあ、ただやっぱり、決勝中その
1台ずつ抜いていったんですけど、まあ、みんなやっぱりあれがレースだなっていう感じで、まあ、みんなフェアに戦ってましたし、多少はやっぱりこうポンポンと当たる部分はあったんですけど、でも当てる時っていうのはやっぱりああいう風にドーンとこう車を飛ばしたりとか回したりするんじゃなくって、ちょっとやっぱりこうスピードが高いから、うん、早く行ってよみたいなぐらいだったら、やっぱりそれはもうレースなんでしょうがないと思うんですね。ずっとトップ争いしてて、で後ろも来てたんで、あんまりごちゃごちゃやったらまた後ろに飲み込まれちゃうんで、まあ、それだけは避けようと思って、あんまり今無駄なコントロールを避けた。ちょっと接触前の2台が僕それで3番手落ちてちょっと様子見てたんですけど、ちょっとダモ選手と左フロントずっと当たった時からもうストレート伸びなくなっちゃったんで、完成にいらしてくださいね。スタートが全てでしたね。以上放送室からお届けいたします。やっと勝てました。本当に嬉しい。ね、練習走行から調子良かったんだけど予選で外したからどうしても勝ちたかった スゴーで、でブリヂストンにも優勝、ね、プレゼントできたし、表彰台全部ブリヂストン、すごい嬉しい。本当にありがとうございます。またぜひ応援よろしくお願いします。